こんにちは、クイズッキュンです。今回は違う漢字探しの達人編です。問題は全部で7問あります。回答時間は20秒となっています。それでは早速始めましょう。1問目です。北という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。違う漢字はここにありました。一つだけ別の漢字になっていましたね。まだまだ簡単でしょうか。それでは次の問題に行きましょう。2問目です。北斗のとという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。違う漢字はここにありました。一つだけ知るという漢字が紛れていましたね。見つけることができましたか。3問目です。白黒になりましたね。堕落のだという漢字が並んでいます。違う漢字を見つけてください。答え合わせです。違う漢字はここにありました。一つだけ似ている漢字になっていましたね。制限時間内に見つけることができましたか。4問目です。色が変わりましたね。注ぐという漢字が並んでいます。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。違う漢字はここにありました。妖怪の妖という漢字になっていましたね。気づきましたか。5問目です。色が増えて見づらくなりましたね。初戦の戦という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。違う漢字はここにありました。一つだけ別の漢字が紛れ込んでいましたね。微妙な間違いでしたが、見つけることができましたか。6問目です。ランダムに漢字が並んでいますね。ありという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。
終了です。答え合わせです。ここに漢字の一部が消えているものがありました。ありという漢字がつくことわざに、ありの思いも天に届くという言葉があります。このことわざの意味は、弱小なものでも懸命に努力すれば希望を叶えることができるという例えです。ありのように小さなものでも一心に努力すれば願いは天に達するという意味から来ています。7問目です。カモメという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに一つだけ漢字が反転しているものがありました。正解できましたか。いかがでしたか。たくさんある漢字の中から一つだけ違うものを見つけるのは難しいですよね。あなたは何問クリアできましたか。それではおまけの問題を出します。才能の才という漢字です。違う漢字を30秒で探してください。タイムアップです。この問題の答えはクイズキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に動画の URL を記載していますので、答えをチェックしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。ズッキュンできましたか。コメントや高評価、チャンネル登録で応援もよろしくお願いします。それでは次回の挑戦もお待ちしていますね。